今回は2024年最新マッチングアプリ攻略美女と出会う方法についてお話ししてきます。今回話すのは普通の女と出会う方法ではなく、タイトルにある通りマッチングアプリで美女と出会う方法です。使うマッチングアプリ、使う写真、設定するプロフィール文、送るメッセージ、誘うお店などを全て最適化させないとアプリで美女と出会うことはできません。美女と付き合いたい、美女とエッチがしたいというのは男なら誰しもが思ってるわけですが、当たり前に出会えなければその願望が叶うことはない。またその出会いの数というのも奇跡的にたまたま一度美女と出会えたとかではなくて、狙って美女との出会いを増やせなければ美女と付き合ったりエッチすることは不可能です。なぜならたまたま一人の美女に会えたとしてもその1回でその美女を落とせる確率は限りなく低いからです。1分の1で美女を落とせるほど男の恋愛は甘くありません。10人20人30人の美女と意図的に多く出会えるようになって、対美女との経験を積み成長していく中で一人の美女を自分のものにする、こんなイメージです。いきなり一本釣りはできません。そう、あなたが美女と付き合ったりエッチしたいなら美女との出会いを増やしてとにかく数を打たなければいけない。そこで必要なのが今日これから話すマッチングアプリ攻略のノウハウです。今から私が話すマッチングアプリ攻略法を実践していただければ、あなたは美女との出会いをこれから無限に作ることができます。現代の男女の出会いというのはマッチングアプリが主流となり、一般の男でもスマホからネットをつなげば簡単に大量の女とつながれるようになりました。しかしみんながアプリを使うようになった分、男の美女を奪い合う競争というのは激化していて、無思考無戦略でマッチングアプリをやっても一人の女ともマッチしません。これを見てるあなたもそれは痛いほど分かってるでしょう。アプリで美女と出会うには知識を身につけてめちゃくちゃ戦略的に運用する必要があるんです。実際私は一人の女ともマッチしないゼロマッチのところから、各マッチングアプリで500マッチ以上を達成しますし、私が運営している恋トレ大学の受講生も5マッチ未満のところから100マッチ200マッチ以上をもう何人も達成してます。恋トレ大学入って10人ぐらい付き合って、まあ、平均それくらいは女性と関係持てるようになったかなと。だから今もう自信しかないですね。なんかこうなんか追われる気になって、なんかそんなに持ってていいのかなって逆に思っちゃう。マッチングアプリどうでしたか？そうですね、ウィズに関してはあの女性アカウントから集計ができるので、はい、見たところ最後確認したところ130ぐらいいってました。ペアーズ200マッチ以上とウィズ100マッチ以上ってことですね。そうですね。恋トレ大学の受講生がどのようにマッチングアプリでマッチを量産したかは概要欄にある私の公式 LINE を追加して、そこからホームページに飛んでいただくと私と受講生の対談動画がいくつもあり非常に参考になるので、ぜひ見てみてください。私自身も受講生もゼロの状態からマッチを爆増させ美女との出会いを作りまくってるので、私が語るノウハウというのは非常に信頼性が高いものになっています。今日話すのは美女と出会うために使うべきマッチングアプリ、使うべき写真、設定すべきプロフィール文、送るべきメッセージ、送ってはいけない NG メッセージ、予約すべきお店など2024年最新のマッチングアプリ攻略法をお伝えします。ぜひ最後まで見ていってください。まず使うマッチングアプリの選定について、あなたが使用するマッチングアプリというのもあなたの目的、今のレベルに合わせて決めなければいけません。なぜならマッチングアプリによって女のレベル、難易度、攻略法が変わってくるからです。私は日本にあるマッチングアプリはほとんど全て使用したことがあるので、その中でも美女と出会うのにベストなアプリについて解説します。で、使うべきマッチングアプリを一挙に挙げると、ペアーズ、ウィズ、トーカレ、バンブル、ティンダー、この5つになります。1つずつ解説します。まずペアーズで、あなたがもし恋愛初心者で使うマッチングアプリに迷ったら、とりあえずペアーズをインストールしてください。ペアーズは日本最大の会員数を誇るアプリで、マッチングアプリ界では王道、鉄板のアプリ。その会員数は現在1000万人以上です。会員数が数あるマッチングアプリでダントツで多いのと、ペアーズなら男に慣れてない女も多く、恋愛初心者の方でもセフレや彼女を簡単に作れるアプリだからです。ペアーズは有料のアプリで、月額料金は現在3500円から4000円。年齢層の幅も広く、日本全国に会員がいるので、地方在住の方も年齢層が高めの方もこのペアーズを使えばとりあえず女との出会いに困ることはないでしょう。全体的にレベル感はそこまで高くないですが、ちゃんと可愛い子もいるので、運用の仕方次第ではしっかり可愛い子とも出会えます。次はウィズ。私が初心者に最もおすすめするのがウィズです。実際恋トレ大学の受講生にもウィズをまず一番におすすめします。なぜならウィズは比較的真剣に恋人、彼氏を探している女が多く、他のアプリに比べてマルチや業者も少ないので、健全に恋活をすることができるからです。ペアーズやティンダーという会員数が多いアプリでは、そこまで真剣交際を求めてない女や男を騙して金儲けをしようとするマルチや詐欺業者も多いのが現状です。ただウィズの場合はそれが少なく、真剣交際を求めている、本気で彼氏が欲しいという女が多い。そして会員数もマッチングアプリの中では上位ですし、地方の方も多く、年齢層も幅広いので、30代40代の方も問題なく恋活をすることができます。なのでこれを見ているあなたがアプリ初心者ならば、ペアーズとウィズをまずインストールして写真を設定し、2つ同時に運用するのがベターです。3つ目はトーカレです。トーカレデートは日本最大級のアッパー層限定を謳うハイスペックな男女が集うマッチングアプリで、あなたがも
もしマッチングアプリでとにかく容姿端麗美女可愛い子と付き合いたいというのであればトーカレを使用してください。アプリの月会費が6500円とアプリの中では少し高額で、トーカレの会員になるためには男女ともに入会審査が必須。そのため非常に可愛い子が多く、モデルやインスタグラマー、ラウンジ嬢なども多くいます。私もトーカレを利用してラウンジ嬢や高級クラブ嬢、モデルなどを抱いてましたし、恋トレ大学の受講生もトーカレで美女を抱きまくってます。なのでマッチングアプリでとにかく美女を行きたいというのであればトーカレを使うのが最適解になります。またトーカレのいいところは女に対してするいいねが無限にできることです。マッチングアプリでは気になる女がいたらこちらから相手のプロフィールにいいねボタンを押して、それを相手の女が見ていいねを返すとマッチが成立してメッセージのやり取りができるわけですが、ペアーズやウィズはその女に対してできるいいねというのが限られています。いろんな女にいいねをしまくっていたら自分の持ちいいねがなくなり、アプリにいる女に自分をアピールできなくなって、もっといいねをしたい場合はお金がかかるわけですね。ですがトーカレは女に対してするいいねが無限にできます。なので写真さえ良ければ無限に出会いを作ることができます。これはめちゃめちゃでかいです。ただ難易度は高めで、トーカレ攻略のためには自身の見た目のランク、収入レベル、恋愛スキルの向上が必須です。なので恋愛初心者向きではなく恋愛上級者向けのアプリになります。恋愛での成功体験を何度も積み、自分の見た目も磨き、女に慣れてきたらトーカレで美女のセフレを量産しましょう。恋愛初心者でいきなりトーカレに挑戦すると間違いなくうまくいかず絶望してしまいます。なのでまずはペアーズやウィズで経験を積んでください。4つ目に紹介するのはバンブルです。バンブルは日本国内ではまだそこまで会員数が多いアプリではありませんが、可愛い子や外国人の白人などが多いアプリです。私も実際にこのバンブルを使い世界中で可愛い子と出会うことができました。なのでおすすめです。しかも無料。ただこのアプリの特徴としてマッチしても相手の女からしか最初のメッセージが送れないような仕様になっており、自分の写真がよっぽど良くないとなかなか出会うところまでいけません。なので自分の見た目のレベルが上がりいい写真が撮れたらバンブルを利用していきましょう。5つ目は Tinder。 Tinder は世界で最も有名なマッチングアプリで、世界中どこでもいつでも無料で女と出会うことができます。 Tinder のメリットとして会員数が多く、自分のいるところから近くにいる子を自動で表示してくれるので、マッチすればすぐメッセージをしてサクッと会うことができます。女も彼氏を作りたいというよりはサクッと暇つぶしで会いたい、サクッとセックスするためセフレを作るために Tinder をやってる子が多いです。なので彼女というよりかはセフレを作ったりワンナイトをするのに適したアプリだと言えます。ただ Tinder のデメリットとしては無料で面倒な審査もなく誰でも登録できるので、業者なども多く、アプリ内の治安が悪いです。また会員数が多いため競争率が非常に高く、本当にいい写真を用意しないとマッチするのすら非常に難しいです。なので少し上級者向けというよりかは若い男女向けのアプリなので、一応サブで使うアプリとして入れとくのはありです。はい、ってことで使うべきマッチングアプリは1ペアーズ、2ウィズ、3トーカレ、4バンブル、5ティンダという話をしました。この5つのアプリをあなたのレベルと目的に合わせて利用していってください。一応他にもタップルやお見合い、ダインなんていう他のマッチングアプリも多数ありますが、ここら辺のアプリというのは正直今回挙げた5つのアプリの解雇感です。会員数が少ないマイナーなマッチングアプリを必死に頑張るよりも、会員数が多いアプリを極めた方が出会いも多く作ることができますし、ランクの高い可愛い子とも出会います。当たり前に魚が少ない池で長く釣りをするより、魚が多い池で長く釣りをした方が多く収穫できますよね。それと同じでマッチングアプリもまず会員数が多いアプリから運用していくというのが最適解になります。なので今回話した5つのアプリをこの動画を見終わったらインストールして運用を開始してください。使うマッチングアプリを決めたら次は写真を用意しましょう。でマッチングアプリを攻略する上で一番重要なのが写真です。あなたがプロフィールに設定する写真の良し悪しで出会える女のランク、マッチ数、ドタキャンされないかが決まります。そう、マッチングアプリは写真が 9.9 割なんです。大事なのでもう一度言います。マッチングアプリは写真が 9.9 割です。まずこれを理解してください。はっきり言って女は男をいいねするかしないかを決めるときにあなたの写真以外は見ていません。いやそんなことないでしょ、女はプロフィール文を見てるよと思った方、では逆にあなたはマッチングアプリで女のどこを見ていいねするかを決めてますか？プロフィール文ですか？職業ですか？血液型ですか？兄弟がいるかどうかですか？全部違いますよね。その子の写真を見ていいねするかどうかを決めてますよね。写真がとにかく可愛ければ相手のプロフィール文なんてほぼ気にならず秒速でいいねを押してるはず。それは女も同じ。女も男の写真を見ていいねするかしないかを決めてます。マッチングアプリに関するよくある質問で、プロフィール文はどのようにしたらいいですか？マッチングアプリでマッチを爆増させる裏技とかってあるんですか？とよく聞かれるんですが、はっきりってプロフィール文なんてほとんど関係ありませんし、裏技なんかもありません。あなたのプロフィール文が傑作でどれだけ魅力的でも写真がキモかったら誰からもいいねが来ないんです。マッチ率に関係するのは写真がいいか悪いか、ただそれだけ。写真以外のことはほとんど考えなくて OK です。もしあなたがマッチングアプリで女とマッチしないならあなたの写真が良くないということ。そうだから、あなたが自分の超絶漏れてる写真をプロフィールに設定できるかできないかで美女と大量に出会えるか出会えないかが決まります。何度も言いますが、アプリは写真が 9.9 割というのを一
番に頭に入れ、写真攻略に時間とお金と労力をかけましょう。で、どうやって女にいいねされるような自分の漏れてる写真を手に入れるかですよね。写真って言われても俺はイケメンじゃないからなと思った人も多いはず。しかし顔はイケメンでなくても全く問題ありません。顔の造形ではなくて写真全体の雰囲気がイケてるのが重要です。これはどういうことか。例えばこの写真とこの写真、どちらがイケてると思いますか？絶対に後者の写真の方がイケてると答えますよね。そう、この2つの写真どちらも私で同一人物ですが、マッチする写真は何が違うかっていうと、見た目に清潔感があり、普段からおしゃれな場所に行っていて、この人とデートに行ったら楽しくなりそうということが連想できるような写真であるかどうかの違いです。マッチしない写真というのは撮った場所もおしゃれではなく、服も髪型もダサい、表情も暗いという、この人と会ってデートしても絶対楽しくないしメリットもないというポジティブな要素が一つもない写真です。これがマッチする写真とマッチしない写真の違い。具体的にマッチしない写真、避けるべき写真を挙げると、自撮り、鏡自撮り、照明写真、遠すぎて顔や雰囲気がわからない写真、誰かと写ってる写真を切り取った写真、おしゃれな場所以外で撮った写真、服や髪型がダサい写真、加工しまくりの写真、筋肉を自慢してるような写真、プロに撮ってもらった感が強い写真、これらです。マッチしない人というのはこれらのような写真をプロフィール写真にしています。理由としては、自撮りはナルシスト感があり、シンプルに女からキモいと思われる。また自撮りは写りが悪いです。照明写真は意味がわかりません。遠すぎて顔や雰囲気がわからない写真の人に女は会いたいと思いません。誰かと写ってる写真を切り取った写真を使うのは画質が荒く全くイケてません。アプリで加工しまくってる写真もプロに撮ってもらった写真も気合が入りすぎてキモいと思われます。筋肉質なのはいいことですが、アピールするのは女からするとキモいと思われます。なので今言ったような写真を設定している、これから設定しようとしている人は絶対にやめてください。ではどのような写真がマッチするかっていうと、おしゃれな場所、おしゃれな服、髪型で撮った写真、自分が漏れてる角度の写真、自然な笑顔の写真、友達といる時に不意に撮られたような自然なポーズの写真、これらです。これらの条件を全て満たした写真を撮ることができればマッチングアプリで確実にマッチを量産できます。逆にこれらの条件を満たしてなければないほどマッチしません。なのでかなりシビアに細かくガチガチに写真を設計する必要があります。まあ言葉で言われても分かりにくいと思うので、マッチする写真の例をいくつか挙げます。ということで、マッチする写真の例をいくつか挙げていきます。はい、でまずこの写真、この写真いいですね。この写真何がいいかっていうと、この笑顔ですね。笑顔が爽やかで自然なのと、服装もおしゃれで、背景はまあそこまでおしゃれじゃないんですけど、まあなんか海外にいる感じが分かって雰囲気はおしゃれですよね。なので、この写真は非常にいいです。私はこの写真を使ってね、たくさんマッチしました。こんな感じで自然な笑顔、自然な姿勢、ふと撮ったような写真ですよね、っていうのがマッチします。はい、これ、はい、これこちらもいいですね。はい、こちらちょっと笑顔じゃないんですけど、まあ顔が結構イケメンに写ってて非常に良いですね。はい、まあ背景もまあおしゃれな感じ でワインとか飲んじゃって、スマホを片手にね、自然なポーズで写真を撮ってると思います。これもなんかふとした瞬間に撮られたような構図ですよね。これもいいです。で、この写真とかもそうなんですけど、これ横からなんですよね。こんな感じで真正面でめちゃくちゃ漏れてるっていう人はなかなか少ないので、こんな感じで角度つけたりとかね、いろいろその人によって漏れる角度というのは違うので、そこら辺をいろいろ試しながら写真を撮るといいです。はい、で次、この写真ですね。この写真もいいですね。背景もなんかおしゃれなカフェで撮ってるような感じで、髪型とかもねいい感じで、顔の角度をつけてねいい感じに漏れてると思います。で、服装もねシンプルな感じですごいいいですね。メイン写真としてすごいいいと思います。次、あ、これもいいですね。これ何がいいかっていうと、まあ背景いいですよね。はい、これ渋谷のトランクホテルっていう、ホテルの、ラウンジなんですけど、ここすごいおしゃれで、おしゃれな写真撮れます。で、この服装もね、ジャケットのセットアップに手にスマホっていった感じで、この構図で撮ると、漏れる写真が撮れますね。はい、で次、こちらの写真もいいですよね。まあ下向いて笑顔でステーキ食べてる感じで、ワインなんか飲んじゃっておしゃれな感じがすごい出てると思います。背景もおしゃれでね、こういう自然な写真はマッチしやすいです。まあこれサブ写真とかですね、これとかもおしゃれですね。これはもう本当なんか海外っていう感じですごいいいですよね。海外で遊んでますみたいな感じの情報が入ってて、こういう写真を設定すると、あ、この人こんなおしゃれなところに連れてくれるんだみたいな、普段こんな感じで生活してるんだみたいな感じで女の子の想像をかきたてられるんで、非常にいいですね。こちらの写真もいいですね。背景がすごいいいと思います。はい、高級感があって、やっぱり背景がこういう5つ星ホテルのラウンジみたいなところだとすごい写真が洗練されるので、まあ、背景はね必ずおしゃれなところにしなければいけません。次、これこちらもいいですね。こちらはまあサブ写真とかで使えますね。顔が見えてないんで。で、これのいいところは何かっていうと、まあ、背景ですよね。これイタリアなんですけど、もう背景がこの既視感がないというか、ま
こんな写真撮ってる男の子いないですよね、マッチングアプリ内で。なんで、まあ、こういう写真が設定できると差別化になってすごいマッチしやすくなります。あ、この人といればイタリアにも旅行行けるんだっていうのがね、相手に伝わるので、こういう写真はサブ写真に設定すると非常に良いです。効果的です。で、あとはまあこういうのとかですよね、まあ、こういうのもなんかまあ自然で非常にいいです。こっち見たいんですけど、カメラを見たいんですけど、横顔がすごい漏れてる感じ で服もおしゃれでね、コーヒー飲んでるみたいな感じですごいおしゃれです。髪型とかもおしゃれですね。こういう写真をサブ写真とかに設定すると非常に良いです。今挙げた写真の中で撮れそうなものを完璧にモデリングして写真を撮ってください。完璧にモデリングするというのは、ポーズ、服装、表情、姿勢、背景、髪型、すべてを真似するということです。一つでも要素が欠けてしまったらイケてる写真ではなくなってしまうので、かなり細かくこだわる必要があります。で、撮影の際のポイントを挙げると、自然なポーズ、姿勢、表情をガチガチに設計、マッチングアプリ専門のカメラマンにスマホで撮ってもらう、メイン写真とサブ写真の設定、背景に高級感を出す既視感のない背景になります。まず1つ目、撮影する際のポーズ、姿勢、表情について。マッチする写真の例を見ていただいた通り、ただ単に直立不動でカメラを見て真顔で撮った写真というのは全くマッチしません。なぜなら、超絶イケメンでもない限り、真正面のカメラ目線というのはまず漏れないからです。なので、目線を外したり表情を変えたり角度を変えたりして写真を撮る必要があります。また個人の顔によって漏れる角度というのは違うので、何度も撮影していく中で自分の一番漏れる角度というのを知る必要があります。そのためには、ただ真顔で固まって撮影してもらうんじゃなくて、スマホを見て視線を下に外したり、遠くのものを見るようにして角度を変えたり、笑顔で下を向いたりなど、とにかく自分からアクションをとっていろんなパターンで写真を撮りましょう。そしたら自分の漏れる角度というのがだんだん分かってきます。で、アプリの写真を撮影してもらうカメラマンなんですが、必ずマッチングアプリ専門のカメラマンにスマホで撮ってもらうようにしてください。くれぐれも一眼レフのような高画質なカメラで撮らないように。なぜなら、高画質だとシンプルに漏れないのと、撮ってもらった感が強くて不自然だからです。一眼レフで撮った写真が漏れる人というのは、はっきり言ってガチの俳優くらいなので、スマホの画質で撮るくらいがちょうどいいです。なので、必ず撮影はスマホで。で、撮影してくれるカメラマンというのも当たり前に重要で、撮ってもらうカメラマンにあなたの恋活が全てかかっていると言っても過言ではありません。ここまで話したことを理解していない、マッチングアプリに精通していないカメラマンだったり、何も知らない友達に撮ってもらっても間違いなくいい写真は撮れません。マッチングアプリのプロフィール写真の撮影を専門としているカメラマンがちゃんといるので、その方に依頼して撮ってもらうようにしましょう。で、依頼の仕方、カメラマンの探し方なんですが、 Google でタイムチケットと調べると、タイムチケットのサイトが出てくるので、そこで東京マッチングアプリ、名古屋マッチングアプリと検索すると、アプリ専門のカメラマンがずらっと出てくるので、そこで口コミが多いアプリ専門のカメラマンに頼んでください。タイムチケットが一番マッチングアプリ専門のカメラマンが多いです。また旧 Twitter、X でマッチングアプリ写真、マッチングアプリ撮影というワードで検索をかけると、カメラマンがたくさん出てくるので、そこで出てきた質の高い写真を撮っているカメラマンに依頼するといい写真が撮れるでしょう。で、マッチングアプリにはメイン写真とサブ写真というものがあって、このメイン写真とサブ写真でも設定すべき写真が違います。メイン写真は自分のプロフィールのトップに出てくるもので、アプリの女はこれを一番最初に見ていいねするかどうかを決めてます。なので、メイン写真は顔や顔の雰囲気がわかる自分の一番漏れてる奇跡の一枚、近目で撮った写真を設定すべきです。例えば私の写真で言うとこんな感じで、サブ写真はその人のプロフィールに行くと見れるメイン写真とは別の写真で、そこでその人の全身の雰囲気や普段どのような生活をしているかを女は確認します。なので、顔ががっつり写っていないおしゃれな雰囲気が伝わる全身の写真や、美味しそうでおしゃれなご飯の写真、おしゃれなカフェ、バー、海外のリゾートの写真を設定するとマッチ率が上がります。例えばこんな感じやこんな感じ。女というのは想像力、妄想力がすごいので、あなたのプロフィール写真を見て、あなたと自分がデートしている姿っていうのを想像します。その時に、あなたのプロフィール写真が変な汚い部屋での自撮りだったり、友達との写真を切り取った写真だと、おしゃれじゃないし、この人とデートしたくないな、なしとなっていいねされません。逆に、あなたのプロフィール写真がおしゃれなカフェやレストランでの爽やかな笑顔での写真だと、あ、この人とデートしたらこんなとこに連れてってくれるんだ、笑顔も素敵だし楽しそう、いいねしちゃおうとなります。ここまで想像力を働かせてマッチングアプリの写真を設定することで、初めてアプリでマッチするようになる。なので、本当に細かくこだわる必要があります。で、ポイント4つ目、写真を撮る時の背景。写真を撮る時の背景は高級感が出るものが好ましいです。例えば5つ星ホテルのラウンジやレストランだとかですね。5つ星ホテルだとしても、ラウンジならばそこまでお金をかけず撮影することができるので非常におすすめです。東京で言えば虎ノ門エディションとか、リッツカールトン東京やフォーシーズンズ大手町、トランクホテル、アマン東京などのラウンジで撮影すると高級感が出るでしょう。まああとは日本でも海外でも、旅行先の綺麗な海や建造物だとかを背景に写真を撮ることができれば、既視感がないので他の男と圧倒的な差別化になり、女にこの人といればいろんなとこに連れてってもらえる、会ってみたいというイメージを相手に植え付けることができます。その結果、マッチが爆増し、またマッチする女のレベルも上がるでしょう。なので、撮影をする際は背景をこだわるようにしてください。ここまで漏
れる写真を手に入れるためのポイントについて話してきましたが、まあ当たり前にいい写真を撮るには自分本体の見た目が生きてる必要があります。いくら今話した写真のノウハウを実践したところで、そもそもの自分の見た目がキモかったらいい写真は撮れません。奇跡的に漏れた写真が撮れたり、加工アプリでごまかして漏れた写真がなんとか撮れても、実際に会った時に実物と写真が乖離しすぎていればデートはうまくいきません。なので日々自分の見た目を磨く努力というのは必須ですし、撮影当日は見た目を整えた完璧な状態で挑んでください。自分の見た目をかっこよくするのには限界はないですし、漏れてる写真を手に入れるのにも限界はありません。今日は見た目を磨く方法というのはお話ししませんが、清潔感の出し方、外見を向上させる方法を知りたい方は概要欄にある公式 LINE でプレゼントしている5時間超えの動画教材、非常識な恋愛手法 2.0 で 99% の男が勘違いしている清潔感、待ち合わせた瞬間に食いつけを上げるファッションなど、外見を向上させる方法を徹底解説しているので、かっこよくなりたい人は概要欄から公式 LINE を追加して学んでみてください。マッチングアプリを決めて写真を設定したら、次はプロフィールの文章を設定していきます。で、女は男のマッチングアプリのプロフィール文章を見て何をチェックしてるかっていうと、この人変な人じゃないかな、この人空気読めない人じゃないかなという、この人実際に会っても安全な人なのかなというのをチェックしてます。なのでプロフィール文章で変なことを書いたりとか寒いことを書いてしまうと、せっかくの写真が良くてもマッチしなくなってしまいます。で、プロフィールの文章で大事なポイントは、長すぎず短すぎない、絵文字を使わない、日本語が正しい、誠実な文章にする、キモいことを書かない、いらないアピールをしないです。多くの男がプロフィールの文章でやってしまいがちなのが、自分について長く細かく語ったり、希望の女について細かく書いたりしてしまうというのがあります。これだと高い確率でこの人ちょっと気難しそうで会いたくないなと思われます。なのでプロフィール文章は長すぎず短すぎない、文字数の目安としては200文字300文字程度、行数で言うと5行から10行くらいがちょうどいいです。あとは絵文字を使わないこと、基本的に男の絵文字っていうのは女受けが悪いです。なのでプロフィール文にもメッセージにも使わないようにしてください。そして日本語が正しい、誠実な文章にすること、意味がわからない日本語、おかしな日本語を使ったり、受けを狙ったような寒いプロフィールの文章を書いてしまうと、この人変な人だな、この人教養がないのかなと思われてマッチしづらくなります。なので接続詞、丁寧語や敬語などの日本語に気をつけて、誠実な文章をプロフィール文に書きましょう。実際の好ましいプロフィール文の例を挙げます。好ましいプロフィール文というのはこんな感じです。こんにちは、今年28歳でいい出会いがあればと思い始めてみました。仕事は IT 系の会社に勤めていて、現在は在宅での仕事が多く、家かカフェで仕事をしています。趣味はサッカーで、体を動かすことが基本的に好きです。あとは海外旅行も好きなので、年に3回くらいは旅行に行きます。人見知りしないタイプだとは自分では思っているので、ぜひいろんな話を聞けたら嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じです。こんな感じでシンプルに、長すぎず短すぎない程度にプロフィール文は書いてください。これを見ると、こんなシンプルで短くて大丈夫みたいな感じで思う人も多いと思うんですけど、全然大丈夫です。とにかくプロフィール文で大事なのは、変な人だと思われないことです。もうとにかく変な人だと思われないように書く、これが非常に大事です。ここで少しでもなんかキモいこととかね、空気読めない寒いことを言ってたりすると、本当に写真が良くてもマッチしなくなります。なのでとにかく普通で OK です。なのでこちらのプロフィール文を参考に、自分なりにアレンジしてプロフィール文を作ってみてください。ということで、2つ目の例ですね。こんにちは、プロフィール見てくれてありがとうございます。仕事はパーソナルトレーナーをしており、多くのお客様を指導していく中で日々学ばせていただいてます。趣味はサッカーで、体を動かすことが基本的に好きです。週 3,4 回はジムで筋トレをしていて、週1でサッカーをするので、だいぶアクティブな方だと思います。あとは海外旅行も好きで、年に3回くらいは旅行に行ってます。まずはメッセージをして、仲良くなったら一緒にご飯やカフェなどに行けたらと思います。よろしくお願いします。いいですよね、こんぐらいシンプルなのが好ましいです。大事なのがこの趣味のところとかね、これ見てるあなたは、まあ、いろんな趣味があると思うんですけど、そこの趣味でなんかアニメとか漫画とか陰キャっぽいね、オタクっぽい趣味をここに書いちゃう人もいると思うんですけど、それはやめてください。なんでかっていうと、本当なんかオタクだと思われるからですね。あんまり印象良くないんで、体を動かす系の趣味にした方がいいですよね、本当の趣味じゃなくても、うん、だからまあランニングとかね、ジムとか、まあそんな感じでアクティブな方にしてといた方が間違いないかなと思います。でまあここに海外旅行も好きでとかって書いてあるんですけど、まあこんぐらいのアピールだったらね、いいですね。まあ海外旅行も好きでって言ったら、あ、この人海外旅行一緒に連れてくれるかもっていう想像を湧き立てられるんで、旅行が好きですみたいな感じは入れてもいいですね。まあそれ以上はあんまりアピールしなくて OK です。女の子別に見ず知らずのなんか人の趣味とか興味ないですから、うん、冷静に考えて、もうちゃんと変な人じゃないかなと思われないようにプロフィール文を書くっていうのが大事になります。こんな感じです。プロフィール文はとにかく変な人だと思われないことが一番重要で、何か変わったことをする必要はありません。なのでこちらのプロフィール文を参考にして、自分なりにアレンジして文章を書き設定するようにしてください。次に身長や年収等の基本情報の設定なんですが、少し盛ることをお勧めしています。身長であれば3センチ、年収であれば200万円程度盛りましょう。検索条件で身長や年収の条件をつけて検索をかけてる女を
多いので、バカ正直に身長や年収を書いて条件で弾かれて女のスマホに自分のプロフが表示されないのはもったいないです。ただ当たり前に身長160センチの人が180センチとか書いてたら、会った時に間違いなくバレますし、年収も盛りすぎたら後々自分の首を絞めることになるのでやめてくださいね。最後に NG なプロフィール文の例について解説していきます。 NG なプロフィール文の例です。でこれのダメなところっていうのは、この絵文字ですね。絵文字がすごいキモいです、はい、このゴリラとか、このゴリラ汗とか、もう野球とかこのゴルフとか、もう絵文字がもうおじさん臭いんですよね。このプロフィールを見た瞬間に女はキモおじだなみたいな、そういう風に思います。なので絵文字こういうの使わないでください。気持ち悪いです。であとなんか人に誇れることといえば、この丈夫な体ですとかわらみたいな書いてあるんですけど、これもちょっと気持ち悪いです。なのでこういうのも書かないように。でこのいい年なんで、あわよくば未来のパートナーと出会いたいです、ゴリラハートみたいな感じなのも、なんかキモいんで、やめてください。はい、もう普通にしてください。男の絵文字っていうのは女受け悪いんで、こういうことは書かないようにってことで、例2つ目ですね。でこれのダメなとこはもう長い、もう長いです。これもう文章バーって、はい、長すぎます。これ女の子見た瞬間、あもう長いなみたいな、ちょっとこの人気難しそうだなみたいな感じで思われて、マッチしなくなっちゃいます。なのでこの長さやめてください。あとはこのモデルと SNS のコンサルをちょこちょこしてます犬みたいな、これ気持ち悪いです。はい、なんかモデルとかなんか言ってなんか自慢してるのか知らないですけど、この犬とかもキモいですし、なんかそのアピールもうざいですね。でこの趣味とか言ってなんかこの分けてる感じも、はい、うざいです。この猫マークとかね、気持ち悪いんで、男なのにこの猫とかクモとか使わないでください。この好きな人の趣味が四つ葉のクローバー探しとかでも全力で見つけに行きますとか言ってるんですけど、これ寒いんでこれ言わないでください。こういうことはこれダメですね。こちらですね、まず長すぎます。はい、これ2ページあるんですけど、もうこんな長いの誰も見ません。はい、このこんだけ長いと、もうこれを見た瞬間女は、あこの人気難しそうだなと、そういう風に思われます。なのでやめてください。であとなんか出身は愛媛でとか、海と山に囲まれてとか、野球とサッカーもしてとか、中高は勉強を頑張りましたとか書いてあるんですけど、もうこれなの誰も興味ありません。女はね、別にあなたのこういうプロフィール文、あなたの幼少期の話なんて別に興味ないんで、もうこういうことをいちいち書かなくて OK です。もうこういうこと書いてる時点で、あこの人会ったら絶対自分のことばっか話してなんかうざいだろうなっていう風にもう想像が働いちゃいます。なので、やめてください。自分のことをずーっと語ってるわけですけど、この人もうこれだけでもう話判定食らっちゃうんで、絶対にこういうのやめてください。こんな感じですね。例に挙げたようなプロフィール文にしてしまうと女から惹かれてしまうので、私が言った通りのプロフィールにしなさい。写真とプロフィール文の設定が終わったら、アプリのいいねと足跡機能を使って女にアプローチをしていきます。マッチングアプリというのは、あなたが女のプロフに行き、いいねを押して、それが返ってくるとマッチとなり、女とメッセージができるようになります。そう、マッチしないとそもそもメッセージができないんですね。なので、アプリを正しく運用して女とのマッチを増やしていく必要があります。で、マッチングアプリには足跡機能といいね機能があって、足跡機能は誰が自分のページを見に来たのかを見ることができる機能です。いいね機能は誰が自分にいいねしたのかを見ることができる機能です。これらの機能を使って自分の存在をアプリにいる女にアピールしてきます。ここで注意点があって、無思考にとにかく自分のタイプな女だけにいいねをしたり足跡をつけたりしてもマッチを量産できません。マッチングアプリの運用で大事なのは、自分のプロフィールのいいね数をいかに増やすかです。特にペアーズやウィズは自分が女からいいねされた数、マッチの総数がプロフィールに表示されるんですが、女っていうのはあなたのプロフィール写真とあなたのプロフィールに表示されている総いいね数を見てあなたをいいねするかどうかを決めています。そう、あなたがアプリ内でマッチ数を増やして人気であればあるほど女とマッチしやすくなります。女は人気がない人より人気がある人とデートしたいという心理があるからです。この女の心理を理解してください。なので誰でもいいので、最初は女からとにかくいいねを集め、自分のプロフィールのいいね数を多くするのがマッチングアプリの攻略において肝になります。でどうやって自分にいいねを集めるのか、とにかく最初はアプリ内で人気のない子、もらってるいいね数が少ない子にいいねや足跡をつけていいねを集めてください。例えば顔が可愛くない子や年齢で言えば30代40代以上、いいねの目安で言うと100いいね以下の女にいいねや足跡をつけてマッチを増やしてください。これらの女の方が競争率が低くマッチしやすいからです。言葉を選ばずに言うと、ブスな女やおばさんの方が男からの人気がないのでいいねが返ってきやすい。逆にいいねをたくさんもらっている人気な可愛い女にいいねをしても、自分のプロフィールのいいね数が少ないうちはまあマッチしません。人気の可愛い女たちは他の男から大量にいいねが来ていて人気なので、マッチする可能性が低く自分の持ってるいいねがもったいないです。ですので自分のいいね数が少ない時に人気会員に足跡をつけたりいいねをするのはアプリの運用方法としては悪手になります。でもせっかくお金を払ってアプリを始めたんだから可愛い子とマッチしたいよと思いますよね。大丈夫です。いい写真を用意して正しい運用法をして自分のプロフィールのいいね数を増やしてアプリ内で人気になることができれば、可愛い子があっちからいいねをしてきたり、いいねをしたらちゃんといいねが返ってきます。なのでまずは可愛い子にいいねするのは我慢して、ブスにいい
いねや足跡をつけて自分のいいね数を増やすことに徹してください。またアプリを始めたての初期の頃っていうのはアプリの運営側があなたのプロフィールを上位表示してくるのでマッチしやすくなっています。そう、アプリの始めたてがチャンスなのでどんどんいいねや足跡営業をしましょう。また足跡営業は制限がないので無限にできます。足跡をつけて意味があるのかよと思うかもしれませんが、女は意外に結構見ててちゃんと足跡が返ってきますし、いいねをするなら自分に足跡をつけてくれた人にいいねをすべきです。足跡をつけた女というのは少なからずあなたに興味があるということなので、その方が圧倒的にマッチします。これをやるのとやらないのでは全くマッチ率が違います。なので絶対にやってください。アプリの運用方法について話してきましたが、ここはかなり重要なのでこの通り必ず実践するようにしてください。次に見事マッチングしてメッセージに移行できた場合のアクションについて解説します。でマッチした後のメッセージでキモいことをしてしまい、一向に女とデートに行けない男っていうのも大量にいます。でアプリ内でのメッセージでは特に踏み込んだ会話などもする必要は一切なく、ここでの目的はいかにスムーズに最短でアポを組んで LINE へ移行できるかになります。よくメッセージ上で時間をかけて仲を深めようとする人もいますが、それは握手極まりないです。なぜならマッチングアプリの目的というのは会うことだからです。会うことが目的なのにもかかわらずメッセージで時間をかけて仲を深めようとするのは時間の無駄です。女もただでさえたくさんの男からメッセージが来てるのに、会ったこともない相手とメッセージを長々とするのは面倒くさいと感じます。また大抵の男はメッセージでいらないキモいことを送ってしまい、既読無視未読無視されるというのが失敗のパターンです。なのでメッセージで仲を深めようと長文を送ったり、どんなメッセージを送れば脈が上がるのかと難しいことをしようとするんではなくて、女とのメッセージはアポを組むための連絡手段と考えてください。これが女とメッセージでコミュニケーションを取る上での考え方になります。とはいえ1通目2通目でいきなりご飯行きましょう会いたいですなんてことを言っても女は会ってくれないので、ここら辺も戦略的にやる必要があります。でアプリでマッチしたらファーストメッセージではお礼と自己紹介、軽い質問を送るようにします。例えばこんにちは、プロフィールを見て共感できることが多かったのでいいねしました、よろしくお願いします、マッチ嬉しいです、よろしくお願いします、いいねありがとうございます、見た目がタイプだったのと趣味が合いそうだったので嬉しいです、よろしくお願いします、タイプだったので嬉しいです、勇気って言います、よろしくお願いします、いいねありがとうございます、〇〇さんは〇〇が好きみたいですがおすすめとかってあったりするんですか、こんな感じです。これぐらいシンプルなものにしてください。長々としたファーストメッセージを送る人が多いんですが、それはキモいです。さっきも言った通り女は大量にいろんな男からメッセージが来てるので、長いメッセージが来た時点でめんどくさくて返信したくなくなります。シンプルなファーストメッセージを送ってそれで返信が返ってこないのであれば、それは相手に自分の写真がそこまで刺さってないということなので損切りして次に言ってください。質の高い写真を設定して写真が相手に刺さっていればシンプルなメッセージでも必ず返ってきます。あなたも橋本環奈の写真を設定している女からメッセージが来たらどんなメッセージでも返すよね、それと一緒。なのでファーストメッセージはシンプルなもので OK。 ファーストメッセージを送った後は相手のプロフィールの趣味などを見て、ワイン僕も好きです、普段どこら辺に飲み行くんですか、カフェ好きなんですね、どこのカフェ行ったりするんですか、普段どこら辺でお仕事されてるんですか、普段はどこら辺で遊んだりするの、恵比寿でよく遊ぶんですね、お酒は飲んだりしますか、ご飯は何系がお好きですか、などといったメッセージを送ってください。では実際に私が女とアポを組むまでにやり取りしているメッセージと NG なメッセージを見せます。でこちらが私の実際のメッセージですね、こんな感じです。マッチ嬉しいです、よろしくお願いします、初めましてよろしくお願いします、普段はどこら辺で飲みますか、恵比寿、渋谷、銀座あたりが多いです、お同じですね、お休みはカレンダー通りですか、はい、みたいな感じでメッセージやり取りします。でこんな感じで1往復2往復3往復、4往復目あたりで今度仕事終わりか休日にご飯行きませんかと送っています、はい、そしたらタイミングが合えばぜひ送られてきてるので、いつも仕事が終わるので遅いですかみたいな感じで聞いて、その後6時に終わりますって来てるので、そしたら12日の7時以降とかどうですかとすぐに日程調整の方に入ってます。でその日は空いてなくてって言われたので、また候補日をね2つ上げて、それもちょっとダメだったみたいで、そしたら21はどうですかって来たんでね、そしたら21行きましょうみたいな感じに決まってます、はい、でこんな感じで4往復ぐらいですね、これちょっと早めにちょっと誘っちゃったんですけど、まあ、4往復か5往復ぐらいしたら速攻ご飯に誘って、で日程調整して場所と時間を決めてですね、こちらからで大丈夫ですって来たんで LINE に移行するといった感じですね。こんな感じでマッチングアプリのアポは組んでます。で次、私はファーストメッセージでマッチ嬉しいです、よろしくお願いしますと送ってます、こちらこそです、美咲です、よろしくお願いします。次に、美咲さんよろしくお願いします、普段はどこら辺にいることが多いですかと質問をしてますね。そしたら、銀座、恵比寿、丸の内、新宿にいることが多いですねって来たので、まあ大体同じですねと共感して、次にお酒は飲みますかと、必ず質問で終わるようにします。
ここで大体同じですねとかで終わっちゃうと、まあ、相手が質問することになっちゃうんで会話が続かないんですよね。だから必ず質問で終わる。普段どこら辺にいることがいいですか、お酒は飲みますかと毎回私から質問してる感じですね。毎日じゃないですけど飲みますよって返ってきました。でいいですね、はい、でも4往復か5往復したんでいいですね、今度お茶かご飯でも行きませんかと送ってぜひ行きましょうって来てます。でここも重要なのが2日か4日の夜はどうですかと、2つ選択肢をね提案してます。はい、これ1個だけになっちゃうとちょっと微妙なので2つ選択肢、日程の選択肢を質問してあげて提案するのが親切ですね。で4日の夜仕事終わりで仕事遅くなっちゃうんですけどそれでもよければ4日は空いてますと来ました。大丈夫だったんで大丈夫ですよ、よければ LINE しませんかと送って大丈夫ですよで LINE の交換ですね。こんな感じでアポまで行ってます。で大事なのが必ず質問で終わることですね。女の子基本的にあっちから質問してこないんでこちらからちゃんと全部質問してあげて会話を進めていく。もう全部このパターンですね、私がアポを組んでるのは。ほとんど全員に同じような言葉を送ってます。でアポを組めるって感じですね。はい、こんぐらいシンプルにやってください。はい、次であちらからよろしくお願いしますって来てます。なので、よろしくお願いします、普段はどこら辺にいることが多いですかと質問して、恵比寿、渋谷、六本木、新宿あたりです。大体一緒ですね。お酒は飲まれますか、たまに飲みます、それはいいことですね。休みは曜日決まってない感じですか聞いて、シフト制ですって返ってきてます。でもうここで 1,2,3,4 往復ぐらいしたんで今度ご飯行きませんか送って行きましょうって来たんでもう日程調整ですね。ちょっと遠いんですが6月11日とかどうですかって聞いて、大丈夫ですと来てます。なので日程が決まったので LINE に移行しました。こんな感じでこの人もアポを取った感じですね。シンプルです、非常にシンプルです。はい、無駄なこと一切ない感じですね。こんな感じでアポは組んでてくださいってことで、NG なメッセージの例ですね。これ私の女にマッチングアプリをやらせて、メッセージしてもらったものなんですけどこんな感じです、はい、まずファーストメッセージ長いですね、はい、長すぎます、はい、こんばんは海外旅行読書みたいな長いですね。これこんなメッセージが来た時点でもう返す気がなくなっちゃいます女の子。あとこの絵文字ね、絵文字もちょっともう古臭くてキモいですね。この光とか音符とかこのハテナマークとかこれ絵文字多くてキモいのでこういうのやめてください。あとなんかいきなりね恵比寿のおすすめイタリアンここですよご存知ですかみたいな感じでご飯行きたいのか知らないですけど URL 送ってきますけどこういうことも送っちゃうとなかなかこの人空気読めないなみたいなコミュニケーション力ないなと思われてご飯行けなくなっちゃいます。はい、なのでこういうのもやめてください。次こちらですね。あの正直に言います、めちゃくちゃタイプです、絶対に楽しませるので今日デートしましょうかっこちゃんと言えたみたいな感じで送ってるんですけど、はい、これ気持ち悪いです。でまずこのピエンみたいな絵文字がキモいですし絶対に楽しませるのでみたいなのもちょっともうトゥーマッチです、はい、でかっこちゃんと言えた泣きとかって書いてるんですけどもうこの寒いですね。なのでこういうファーストメッセージは送らないでください。予定があるんですって送ってるのに予定後会いたいピエンピエン明日があるか分からない泣き泣きピエンピエンみたいななんか可愛いこぶってるか分かんないんですけど本当にあの気持ち悪いんでこういうメッセージを送るのはやめてください。でもうすぐねすぐまた来週でぜひデートお願いしますみたいながっついちゃってるんですけどもうこれの時点でも本当に余裕がない男なんだなみたいな他に会う女の子がいなくてとにかく会いたい会いたいみたいな感じの余裕がない男なんだなと思われるんでこういうのもやめてください。次こちらですね。はじめましてセクシーですね朝日と言いますよろしくお願いしますってあるんですけどこのセクシーですねとかっていうのいらないですね。もうこのセクシーですねって言った瞬間にもうこの人変態おじさんだなと気持ち悪いなと思われます。はい、なのでもうこういうのも言わない。あとなんか転職してから夜空いてることが多いのでタイミング合えば一緒にご飯とか行きませんかとかでもファーストメッセージで送っちゃってるんですけどもうこれも余裕なく見えます。もうこういうのも送らない。あとはですねモテそうなので出会い多そうとか言っちゃってるんですけどもうモテそうとかっていうのも言わなくて OK です、ね、いちいちセクシーですねとかモテそうとかっていうのをもういちいちこびなくて OK です。はい、なのでこういうの言わない。でいきなりまあ LINE かインスタ教えてくださいとかって言っちゃってるんですけど彼氏はどれくらいいないんですかって質問の後にいきなり LINE かインスタ教えてくださいっておかしいんで、はい、やめなさい。はい、こんな感じです。アプリ内のメッセージで4から5往復したら今度ご飯に行きませんかとこちらから誘いいいですよと来たらそしたら丸日か丸日はどうですかと送り丸日なら OK ですと来るかどちらも仕事なので丸日なら行けますなどと返信が来るので日程調整に入ります。日程が決まったらそしたら丸日ご飯行きましょうよければ LINE 交換しませんかとアポを確定させて LINE を交換しメッセージを終わらせます。でアポの約束をしたら基本的にアポの前日まではメッセージをしません。え、メッセージをしなかったらデートに来てくれないんじゃないのと思うかもしれませんがアポが決まったら特に相手とメッセージすることもなくメッセージで仲が深まることもないですし余計にメッセージをしても変なことを言ってボロが出たり当日のデートで話すことがなくなります。デートまで一人の女とダラダラメッセージをする時間があるなら他の女とのアポを組んだ方が効率的です。なのでアポが決まったら前日までメッセージをする必要はありません。で大事なのがさっきのような感じでメッセージを終わらせたらアポの前日に必ずデートのリマインドをすることです。これをちゃんとすることでデートのドタキャンを防ぐことができます。なのでお疲れ明日はよろしくねマルジにこの店にしようといった感じでデートの前日の夜までにリマインドを必ず
ずするようにしてください。これがないとドドキャンされる可能性が一気に上がります。なので必ずリマインドを。またあなたのデートのお店のチョイスによってもドドキャンされる確率っていうのは変わってきます。当たり前に美女にじゃあ明日鳥貴族で集合しようなんて言ったら確実にドドキャンされます。また逆に一発目のデートから超高級レストランなんかに行ってしまうとドドキャンはされないものの、そういうお店は緊張感があるので距離がなかなか縮まりません。そして初対面で脈があるかないかわからない子を高級店に連れてくのはシンプルにコスパが悪いです。なので安すぎず高すぎない、センスのいいお店をチョイスする必要がある。安すぎず高すぎないというのは単価5000円から2万円のお店ですね。ここら辺の価格のレンジで内装がおしゃれでゴミゴミしてなくて落ち着いているお店を見つけてアポを組んでください。東京で言うと例えば麻布十番のイート、表参道の鹿田、六本木のバルコン東京、渋谷トランク串、渋谷セラビとかですね。この店選びでドドキャンの確率というのも下げることができる。で、女によってはご飯に誘うともう少し仲良くなってからでもいいですかと言ってくる女も多くいます。この場合はこの後追加で 2,3 往復メッセージをしたらまた誘うか、そうですね、直接話してみたいのでよかったら電話しませんかと電話を提案して電話をし、そこでアポの約束をするようにしましょう。ただ基本的にこのようなことを言ってくる女は関係性が前に進みづらく結局会えないで終わることが多いので、あなたが他の女とある程度デートが組めるのであれば損切りするのがベストです。会えない女に時間を使う暇はありません。また女が会ってからじゃないと LINE 交換は嫌だというのであればそれに従い無理に交換する必要はないので、デートの約束なんかもアプリで完結すればいいと思います。まあですが基本的には LINE に移行するようにしてください。アプリでのやり取りよりもスピード感がありますし、ドタキャンを防止することができます。以上がマッチングアプリで美女と出会いを量産する方法でした。あなたがアプリで美女と出会いたいならば、アプリの選定から写真の撮り方、プロフの書き方、アプリの運用の仕方、メッセージの仕方など、私がここまで話した通りに全て細かく設計する必要があります。この中の一つでもミスしてしまうとアプリで女と全く出会えないので、この動画を何度も見て学び実践しててください。今日話したやり方でマッチングアプリで女との出会いを作れても、あなたの見た目、会話、ボディーランゲージ、ボディータッチ、告白、アプローチのレベルが低ければ当たり前にデートはうまくいきません。なのでここら辺のことも私の YouTube や概要欄にある私の公式 LINE でプレゼントしている5時間超えの動画教材、非常識な恋愛手法 2.0 でしっかり学んで実践し、日々レベルアップしててください。恋愛も学校で習った国語算数社会と同じように一つの学問なので、ちゃんと一から学ぶ必要があります。あなたがもし美女から求められる人生を送っていきたいならば、引き続き私のコンテンツを全て視聴し学んでいってください。ってことでいかがだったでしょうか。マッチングアプリ攻略、美女と出会う方法という動画でした。そして2万人以上の方が登録してくれている私の公式 LINE では、私がブスでコミュ障の恋愛初心者からたった1年で300人以上の美女と関係を持つことができた恋愛手法、これまで私が指導した2000人以上の恋トレ大学の生徒が彼女セフレを作った方法を配信していて、恋活を継続できてやりきれる環境を用意しています。そして公式 LINE 登録者2万人、 YouTube 登録者5万人突破を記念して、作成費用500万円以上、作成期間1年、チャンネル開設から約2年の努力の結晶を元に制作した動画教材、恋トレ式非常識な恋愛手法 2.0 を無料でプレゼントしています。約5時間を超える動画教材で、文字数にすると約15万字のボリュームの男の恋愛の全てを攻略した教材になっております。プレゼントの内容は、彼女セフレを量産する恋トレ式ルーティン、唯一無二のモテ用になるためのマインドセット、簡単にシックスパックを実現させる食事、筋トレ法、 99% の男が勘違いしている清潔感、待ち合わせた瞬間に食いつきを上げるファッション、9割が知らない本当にモテる男の髪型、薄毛を改善する裏技、人生を変えるメンズ美容整形ノウハウ、劇的に肌質を改善する美容治療ノウハウ、女との出会いを量産する方法、マッチングアプリ攻略法 2.0、 ストリートナンパへ飛ぶのロードマップ、女の食いつきを上げる LINE 手法、デートを成功に導く店の選び方、最短でお持ち帰りを実現するデートの台本、会話を盛り上げる極秘会話術、セックスを確定させる魅惑のボディタッチ、女を釘付けにするデート中の所作振る舞い、自動的にホテルインを実現するお持ち帰り方法、女を沼らせるセックスの仕方、長く関係を継続させる方法、女を猛烈に依存させる犯罪級恋愛テクニック、これら19個の特典を無料でプレゼントしています。恋トレ式非常識な恋愛手法 2.0 の教材を無料で受け取って、人生を変えたい方は期間限定配信ですので、消えてしまう前に今すぐこの動画下の概要欄の方から公式 LINE を追加してプレゼントを受け取ってください。この教材以外にも私の公式 LINE ではこのような突発的なプレゼント企画や
恋トレ大学生徒の実績、表では公表できない極秘恋愛テクを発信しているメルマガやブログも私の公式 LINE から閲覧することができるので、ぜひ今のうちに公式 LINE を追加しておいてください。すべて完全無料です。ということで今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方はコメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。次回も役に立つ恋愛スキルを配信してきますので、ぜひチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。